Okay, Oscar. Oscar. え、入った。え、今どうなったんだ。入ったのか。ボール出たよ。これでオスカルが取ってドーン。え、入ったの今の。ほらボール出てんじゃん。どうなってんのこれ。リプレイ見てもわからないっていう。どうなってんだ。キック力がありすぎてわかんねえ。あー、バーに当たって地面に、当たってそっから外に出たってこと。なんかすごいゴールだな。あー、やったーって感じがしないな。はい、じゃあこの辺でちょっと選手をね、入れ替えていくような準備をしていこうかと思います。メッシ、メッシで、これロナウドはね、入れない方が、変えない方がいいよね。ボアテングかな、どちらかというと。ボアテング、シャビ、ボーセジュール。あ、そう、ここを変えないといけない。ここをね、フェリペ・ルイスに変えて。よし、これでいきましょう。ふう。よっしゃー、いいパス。ロナウド行け。よし、オスカル。さあ、モラタ、もう一回。いやー、ボーセジュール。さあ、先生。シャービー、セルジ・ロベルト、シャンスケー。おーし。惜しかったな。まあここはもういいかな。 OK。 またなんかボール出てるけど、本当に1点入れてんの。こう来てドンドン。え、入ったかなんか疑わしいゴールばっかだな。ロナウドが打ってゴールキーパーに当たらなくて、ディフェンスがゴールに入ってそれを弾いたって感じかな。よし、もうガンガンに攻める、そのスタイルで残りの試合はね。うおお、おー、ラストだ、頑張れー。いやー、おー、あぶねー。ナイスキーパー。おー、メッシにつなげ、メッシに。いやいやいや、あぶねー。おー、全然ボールが支配できねえじゃん。マジか、おめえら。おー、あぶねー。よー、なんでボールそんな取れないんだって。おい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 、マジか、マジかよ、バッキャラ。いやー、これクソもったいないぞ、この1失点。おー、あと1点入れにけー、これはさすがに。いや、クソもったいないな、今の失点。意味がわかんない失点だったわ。ちょっと今のはないな。シャメッシュ、やめてー。いや、なんか後半になるにつれ強かったな。
まあ、ハイライト見る？じゃあハイライトを見ていきましょう。リプレイ集ですね、この試合の。はい、まあ、モラタから、こういう風にバルデ、まあ、モラタアシストのバルデがゴールですね。続いてがこれ、モラタのこの間を通すパス、そしてバルデがフィニッシュという感じですね。1点目は。で、2点目、ボーセジュールのこのクロスにモラタが合わせる。これはね、もう神コースに決まりましたね。あれは止められないですね。まあ、これがモラタのうまさなんでしょうか。まあ、体をもうね、取り乱してゴール。そしてこれが3点目、モラタアシストのロナウド、ね、モラタが、クロスで入ってきたボールをですね、ロナウドに落として、で、ロナウドがそこを落ち着いて決める。これもモラタのアシスト。もうこのオスカーのこのキック力の半端なさがゆえに、ボールを追えないっていう問題が起きました。そしてこれが5点目、俊介の、コーナーキックをもうね、クリロナがそのまま合わせて銅像ヘディングでね、打ち込んでいきました。そして6点目が、6点目じゃないわ、これは失点シーンですね。まさかの失点シーンがリプレイに入る。はい、それでは、Too Much Football。 さあ、ノイアーは上がってますね。そして俊介落ちてきてる。いやー、メッシとロナウドなかなか上がんないね。まあ、ここまでの領域になってくると、もうここ神の領域だからな。まあ、ただまだまだ強くできるんだろうけど、本来であれば。さあ、ですね、はい、3位に浮上することができました。というのも、勝ち点ポイントは特に、キング・ジェームズと変わらないんですけど、まあ、キング・ジェームズもね、負けてしまったと言ったところで、得失点差の勝負になって、まあ、今回大量得点を決めることができたんで、まあ、なんとかね、3位に、切り込むことはできました。うわー、このパルマ AC とコスタマドリッドは何、引き分けたってこと？さあ、ゴールアシストランキング、このような感じですね。いやー、早くも、6点のモルタがね、まあ、上位ですね。そしてアシストランキングは3アシストのまたモルタ、これもモルタですね。で、もう一人俊介が、3アシストしてます。で、1位に浮上しましたっていう感じですね。これはどうなったんだ。パルマ AC はベレネンセス。何これ、コンピューターチームに引き分けてんじゃん、パルマ AC。 おいおいおい、マジかよ、そんなことあるのか。さあ、これはトレーニングリザルツか、リザルツあるのか。あ、ブルーノジャーニーだね、先にブルーノジャーニーだね。ないんかい。はい、じゃあ、まあ、ないということなんで、ないみたいですね。まあ、ないみたいなんで、次回4週目第5節ヘルエンジェルスとね、リーグ戦1試合やっていきたいと思います。まあ、ここからね、3週連続、1試合が続くんで、まあ、カップ戦はね、今シーズンは、シードを取ったみたいなんで、まあ、ここはね、ありがたいなと思うところであります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャラ。